撮影者に向け罵倒の言葉を発する SCP-1004JP。アイテム番号 SCP-1004JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。プロトコル、ルアー、によりサイト内への出現を誘引してください。現在 SCP-1004JP は、主にサイト、8102の海洋生物型オブジェクト収容室の海水プールに出現しています。説明、SCP-1004JP は全長2メートル程度で、やや肥満気味のアゴヒゲアザラシ、エリグナススバーバチュス、のように見える実体です。外観上はアザラシのように見えますが、SCP-1004JP は通常のアザラシのように水中を遊泳することは稀であり、水面に浮いた状態を崩すことはほとんどありません。SCP-1004JP は人類に対し強い敵対心を持っていると推測され、海水域を単独で遊泳する人間を発見すると積極的に攻撃を仕掛け、敵死という結果を招くことに尽力します。SCP-1004JP が海水面付近に単独の人間を発見すると、接近し、緩慢な動作による体当たりを実行します。この時 SCP-1004JP は不明な手段により発生を行い、対面した人物の使用言語を用いて、攻撃的、絶望的な言葉を対象に投げかけます。また、発話内容より SCP-1004JP は言語を理解していると推測されますが、SCP-1004JP が人間を溺れさせる以外のことに興味を示すことは稀であるため、有益な情報を得ることは困難です。加えて、水面にいない人間の言葉は無視する傾向にあります。SCP-1004JP は十分なスペースがある海水面への瞬間的な転移が可能です。この転移の距離的な制限はなく、また、SCP-1004JP が海水中にいない状態でも、即座に付近の海水面への転移が可能であることが確認されています。SCP-1004JP は銃撃や刃物による傷害など、一般的なアザラシを加害することができるレベルの攻撃を受けた場合、破裂、します。SCP-1004JP の実体は破裂と同時に、かすかな鉄サビのような匂いのみを残して消失、転移しますが、その際に生じる爆風は人間を殺傷するのに十分なエネルギーを保有しています。記録 SCP-1004JP-2 SCP-1004JP は収容プロトコルに則って、収容プール内に職員を配置し遊泳させる、加えて、SCP-1004JP との会話を行うことで、現在1日に占める割合にして 70% の時間、SCP-1004JP をサイト、8102に留めておくことに成功しています。また、SCP-1004JP に親密に接することで、同オブジェクトを収容室に留めることにより高い効果を発揮する可能性が判明しています。担当職員はそれを留意してください。加えて SCP-1004JP の注意を引くことに有効な可能性のある手段を思いついた職員は、直ちに主任研究員である、博士まで報告してください。2003以降、SCP-1004JP のサイトへの出現率は急速に減少し、翌週に配置日30分を下回り、SCP-1004JP は事実上のみ収容状態となりました。その後、小型船舶及び乗員、海水浴客が行方不明になるなど、確認できるだけで、県の SCP-1004JP の関与が疑われる事故が、日以内に発生し、早急なプロトコル改定が要求されました。以下はその事態の中、2003に行われたインタビュー記録です。記録 SCP-1004JP-4 インタビュー対象 SCP-1004JP インタビュアーエージェント。こんにちは、SCP-1004JP。 浮かぶことさえできないよのかなさるめ。いくつか質問したいことがあるんだけど、いいかな。これを無視し、その場で横向きに回転している。その後、一切の応答を示さなくなったため、エージェントが受水する。溺れろ。沈め。エージェントに衝突する。あーあー SCP-1004JP、君はどうしてそんなに人を沈めたがるのかな？愚かなサルメ。貴様ら、貴様らには海に行く木図ほどの価値もない。どうかな？仲良くなってみたら、案外人間もいいやつかもしれないですよ。白痴の貴様がそのトガを忘れろうと、我が忘れることはない。そのトガとは何でしょうか？我が同胞の恨み、我が孤独、無念。
なるほど。それはどうすれば清算することができますかね？愚かなる猿よ。罪の清算は貴様ら。貴様らすべての非と言うとを値を言ってのみなされるのだ。溺れろ。沈め。浮かべ。浮かべ。浮かべ。なんとか別の解決手段を見つけられませんかね？もう少しここに来てもらうことはできませんか？以降 SCP-1004JP が語りかけに返答することはなく、エージェントが収容プールから離れるまでのおよそ2分間、無意味な罵声を発し続けた。SCP-1004JP は職員にぶつかり、会話をするためにサイトに出現しているのでしょうか？私には、彼は純粋に害意のために行動していて、すべての人間を溺れさせるまでこれを続ける気なのでは？と思えてしまいます。たとえ、その手段がどれほどに非効率的なものであってでも。エージェント、SCP-1004JP は明らかに個人を識別しており、例として担当任務に割り当てられていた D-1004-05 が誘引役を行っていた時間帯には特に顕著な出現率の低下が確認されていました。個人認識あるいは収容環境の安全性を理解した結果出現率が低下したという仮説のもとに、収容環境を変更し、新たな職員を用いて安全装備未着用の状態での SCP-1004JP 誘引任務を行うことが提言されました。以下はそれに関連する記録です。記録 SCP-1004JP-5 対象 D-1004-11 水泳に自信を持つ人員の募集に志願。目的収容プロトコル改定のため、SCP-1004JP の誘引に有効な状況を模索する。実施方法遊泳用着衣のみを着用させ、水深2メートルのプールに受水させる。結果音声記録を参照。目の前に SCP-1004JP が浮いているプールがあるでしょう。まずはそれに入ってください。愚かな猿よ。我が前にその無力な体育を晒そうとは。死をもって後悔する結果となるであろう。おーよしよし。SCP-1004JP に抱きつく。D-10411SCP-1004JP への攻撃は認められていません。直ちにやめないと、SCP-1004JP の異常性により終了という結果になるでしょう。大丈夫だろ、攻撃がないんだから。愚かな猿め。愚かな振る舞いをやめるがいい。愚かな猿め。回転し D-1004-11 を振り払う。D-1004-11 に平時より勢いよく衝突する。これは最高だな。こんな素敵な任務があったなんて。愚かな猿め。その愚行。死をもって後悔するだろう。愚かな猿め。沈め。愚かな猿め。俺は簡単には沈まんよ。D-1004-11 はそのまま30分ほど SCP-1004JP からの逃亡、及び格闘を繰り返した。それ以上は危険でしょう。一旦上がって休憩を取ることを許可します。まだまだ大丈夫だって。危なくなったらこっちから言うからまだやらせてくれよ。沈め。水の底に沈め。無残に、屍を浮かべろ。愚かな、愚かな猿よ。愚かな猿め。沈め、溺れろ。愚かな猿よ。沈め、暗い水に沈め。愚かな猿め。愚かな猿め。沈め、溺れろ。愚かな猿め。愚かな猿め。貴様の行いは無意味だ。愚かな猿め。沈め。溺れろ。沈め。愚かな猿め。よしよし、辛いやつめ。そんなので本当に人を沈める気があるのか？そりゃよ、溺れかけた人間なら罵ればパニックにはなるだろうがよ。何か別の方法を考えたらどうだ？ SCP-1004JP と D-1004-11 はさらに20分の間、収容プール内で格闘を続けた。愚かな猿め。もう十分でしょう。他の職員と交代しましょう。考察 SCP-1004JP は最後まで収容室から離れる兆候を見せずに D-1004-11 を襲い続けた。病院についてはさらなる調査が必要だと思われるが、収容室への興味が薄れていたと見える SCP-1004JP にある種の執着を感じさせることができたのは、大きな収穫であると言えるだろう。改定プロトコル、ルアー、2003
現在、適性があると判断された D クラス職員数名を中心にローテーションをもって SCP-1004JP 誘引の同プロトコルを実行しています。担当の候補となる職員は SCP-1004JP の興味を引くことへの適性を調査されなければいけません。補助器具を用いた職員の配置は出現時間の減少につながるため、担当の職員には水泳の心得があることが求められます。また、適性があると判断された人間は、SCP-1004JP の発言に負けの感情を抱かない、あるいは、SCP-1004JP の話を聞かない、傾向にあることが判明しています。